これでも落としどころはどうなると思いますか？落としどころはイスラエルって宗教的な理由で体がなくなって戻ってくるってことがすごく重要なんですね。で、最終的な方法としてはやはり戦争が終わった後で今度は人質の解放とテロリストの交換交渉に入っていくと思います。そこが多分長引くんじゃないかなっていうのがあって、今イスラエルに大体日本人1000人以上住んでるんですけど、その中で80年代から90年代に来た日本人の方のお子さんたちっていうのが今結構平均に行ってらっしゃる方が多いんですね、お子さんが、はいはい、で日本の子からするとすごい全然現実味のない対岸の火事だと思うんですけど、その火事の中で前線に行って戦ってる日本人ハーフの子たちっていうのが今多くて、決して、はい、でやっぱりここで育ってるので日本人であるっていうアイデンティティもあるんですけど、イスラエル人であるっていうこともあって、うん、日本人の率直さとイスラエル人の熱さっていうのを兼ね備えてる子が多いので、自分たちが国を守らないと家族も国もなくなるっていう風に思って軍隊に行ってる子たちも多いんですね。で、親御さんたちそんなの行かせて日本からしたら無責任なんじゃないかとか大丈夫なのと思うんですけど、やっぱり子供たちの意思を組んで我慢して何も言わないで、やっぱり日本で育ったらそんなのすごく怖いしおかしい話だと思うんですけど、子供の意思を組んで黙って送るっていう親の気持ちっていうのもあるのを考えていただきたいのと、やっぱりイスラエルってあんまり日本でいいイメージないじゃないですか。いや、そんなこと別にないと思いますけどね。なんかパレスチナがかわいそうみたいな方が多いと思うんですけど、いやそれはそうでもないですよ。そうでもないですか。まあ、僕はどっちかっていうとテックガイなのでいいイメージの方が多いですよね。だってもういろんなそのテクノロジーの世界でものすごく進んでるの知ってるし、まあ、僕なんか実際にイスラエル行ったことがあるからっていうのもある。そうですね、イスラエル本当はご機嫌な国なんですけどね。地中海沿いで海沿いでいいところなんですけど、テルアビブに行った時も全然良かったです。ありがとうございます。なんですけど今回みたいなことでまた印象は変わってしまうのと、イスラエルの軍隊がパレスチナをいじめる悪者みたいな感じで結構ネットで言われたりすることもあるんですけど、イスラエル軍で頑張ってる日本人の子たち、日本人ハーフの子たちっていうのはただ国を守りたいからそこに行かなければ国がなくなってしまうという思いで一生懸命頑張ってるので、そこをちょっとなんていうのかな、分かっていただいて少しでも対岸の火事じゃなくて日本人に少しでも関係することで、私たちがその殺戮を目的としてやってるのではなく国を守るためにやってるっていうのも理解していただきたいなっていうのがあって。